準備です。絶品順なんですけど、毎年、これだけの台数なのでちょっと時間がかかります。コンディションは昨日、少し雨が降った割にはやはり日がよく当たって、思ったよりマディではありません。でも、いつもの竹やぶのところとかですね、非常に滑りますので、要注意です。意外に今年はトレイル車が少ない感じがしますね。私は、レースではありませんので、楽しむイベントですので、レーシングスローでの参加です。やはり渡辺学選手が朝のミーティングでおっしゃられたように、レースではなくてイベントなので、こんな感じで楽しめるといいと思います。